英語子育て大百科のお時間になりました。ナビゲーターのあずきです。英語子育て大百科は英語教材パルキッズで30年以上延べ10万人以上のバイリンガルキッズを育て続ける児童英語研究所所長であり日本の言語学者船津博先生が毎月発行するウェブマガジンパルキッズ通信の解説をしながらそして英語子育ての疑問を解決しながら進めていく番組です。バイリンガル育児をしているママさんパパさんはもちろんこれから英語教育を始めようと思っているけれど何からやればよいのかどうやったら子供をバイリンガルに育てられるのかお悩みの方にお聞きいただきたい番組となっております。本コンテンツはポッドキャストで毎週木曜日に配信しております。 Apple Podcast、YouTube、Anchor、Amazon Music、Spotify 児童英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。またパルキッズ通信の児童英語研究所のウェブサイトパルキッズ .co.jp からご覧いただけますのでぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せくださいということで先生9月の2週目よろしくお願いいたします。はい、今週から元に戻りましてパルキッズ通信の解説ということになります、うん、ということでその前にお知らせです、うんうん、はい、夏休みも終わりまして、うん、2学期が始まりましたが皆さんいかがお過ごしですかということで、うん、皆さんメルマガの方でもうご確認済みかもしれないですけれども地頭力講座本日からまた募集を開始させていただきます。募集期間は本日から10月の3日までとなっておりますので、うん、英語だけでなくね子育て全般こちら地頭力講座を知ることによって英語もそして国語も、うまくいきますのでぜひ、ご参加くださいということで。ドイツ語とかフランス語とか関係ないんだっけ。それも含めてですね。あんま関係ないから。いや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 。地頭力講座は主に国語だよね。国語ですね。うん、そうですね。国語の理解力というかまず最初に理解しなくちゃいけないじゃん。理解力があって。皆まで言っちゃダメですよ。思考力。思考力。やって、はい、それで判断するためには必要なのが論理性とあと共感力。共感力だね。はい。うん、みたいなことですよ。わかりましたか皆さん。詳しくは地頭力講座でということで、うんうん、そして先生やはりね、うん、今回のパルキッズ通信、うん、いいですよ。いいの？いいですよ。ほう。というのが何がいいの？なんか自画自賛みたいな。字が字でないですけどね。いやっていうのが、うん、結局我々って児童英語研究所という名前の通り、うん、英語教育、うん、英語の早期教育についてずっとやってきたんですけれども、うん、その中ではね、うん、インプットって大事だよねっていうのをずっとやってきたじゃないですか、はい、うん、なんですけれども、うん、皆さんご存知の通りここ数年ラインナップに幼児教育特に国語に関するコンテンツがどんどんやっぱ増えていくわけじゃないですか、うん、でその中で今まだ増えるからねまだまだ増えますよ、うん、ちょっとねびっくりするものが出てくるからそうですね、こんなのできるのみたいないやでもそこもやっぱりインプット、うん、ということで、そうね、はい、なので英語だけじゃなくって、うん、これ早期教育全てにおいて、うん、インプットじゃないっていうところで、うん今回はね英語だけに限りません、うん、もう全てにおいてやっぱりインプットだよねっていう大切さを、うん皆さんと一緒に身に染みて感じていこうではないかというパルキッズ通信になります、うんうんはい、あのねインプットっていうとさ詰め込みあみたいなことで思っちゃう人いるよね。そうですね、うん、まあ今の親御さんはどうかわからないですけれども、うん、少なくとも40歳以上の方にとっては、うん、詰め込み教育っていうのを一生懸命やってきた世代ですからね、うん、そうまあだからインプットっていう語感に詰め込みっていうなんかこうニュアンスっていうのはあるのかな。ああ。なんかインプットするって言ったらさ、はいなんか例えば情報インプットするって言ったら、はい、記憶するみたいな感じ。そうですね、うん、やはり記憶っていうイメージはあります。あるか、はいまあ、特に日本の教育って最終ゴールがやはり大学受験、うんうん、で大学受験ってことになってくると、うん、記憶によるお勉強をやってきたっていう親御さんが多いんじゃないですかね、まあ、だけどそうすると東大京大とかになると記憶だけだと太刀打ちできないよね。なので早々に諦めるんです、うん、そこは。ああなるほど。それで減らして3教科で受験するってこと。そうですね。って言ったら、うん、
担任の先生に叱られました僕は、うんうん、何貴様逃げるのかと国公立大学から逃げるのかお前は、うん、って言われて、うん、いやでも僕は、うん、地元の大学には行きたくないです、こんな村嫌だ都会に行きたいっすって、まあ、京都は随分都会だよな、あそこに比べれば都会ですよね、うん、都会ですよ。でそれを隣で聞いてたうちのお袋が、うん、お前は私立に行こうとしてるのかってそこでバレちゃったそこでバレて2人に責められましたね、はい、担任の先生とお袋に、まあ、だからさ、はい、その勉強というか大学受験っていうとやっぱしこのたくさん記憶してみたいなで記憶力いい人が勝つみたいなイメージあるじゃん。そうですね、あれ間違ってるよね。ああそれはもう、うん、バルキッズ通信で散々言ってきてますもの。そうだよね、はい、記憶力がいい人っていうのはさ記憶力っていうのには限界があるよね。あ、うん、記憶には応用が効かないっていう。あ、うん、だからそう考えるとさその我々の言うところのインプットっていうのはその詰め込み的なものじゃなくて、はい、脳がさ何らかの回路、はい、思考の回路というか理解の回路、はい、を作るために必要な栄養素だよね。あ、うん、AI ディープラーニングの単なるデータを入れてるっていう感じですよね、うん、でディープラーニングの場合にはさ要するにあれってこのインプットするというかそこに情報として入れるじゃない。入れます。入れたものをこのそれらしい組み合わせを出すだけだよね。あ、うん、だから別に新しいこと何も言わないじゃん。そうですね。そこから何かイノベーションも生まれないし、じゃあそれが正しいのかって言ったら何かそれっぽいことを言ってるだけであって、ああってことになるとちょっと違いますか。だからやっぱ AI はまだ東大とか受かんないよね。ああ、うん、分かりました、うん、なぜ我々がインプットを記憶として感じるのかっていうと、うん、我々の中でのインプットって、うん、ドラえもんの暗記パンなんですよ、うん、暗記パン。え、先生知らないですか。ドラえもんはあんま見ないっていうか見なかった。ドラえもん世代じゃないですか先生。ドラえもんどころじゃない時代だと。なんか戦時中みたいなですね。いや僕も詳しく覚えてないですけれども、うん、なんかね食パンみたいなのを教科書にペタッと貼り付けると、うん、そうすると教科書のテキストがなんかコピーされるんですよ、うん、パンに、うんうん、でそれ食べるとそれ丸ごと覚えられるんです、うん、っていうようなくだらない発想だね。夢があります。夢があります。欲しかったですもん。なんかよく辞書こうやって破ってさ、はいはい、食べてる人いたよね。あ、そういうのありましたね。食べらんないよ。ギリ1枚だもん、うん、お腹痛くなっちゃう。いやでもそういうのがインプットっていうイメージですよ、うん、はい、そっか。だからさ間違えてるよね。間違ってますね、うん、インプットっていうのはさこの情報をこう、まあ、取り入れるんだけども、はい、そのインプットされた情報っていうのはさそれなりに解釈されるわけだよ。ほう、頭の中でね、はいはいはい、例えば、小説なんか読むじゃん、はい、読むとあれもだからさもう膨大な量のこの活字の連続体だよね。そうですね。でそれがこの意味のあるその単語単位なり文の単位でもって頭の中にインプットされるわけだよ。でインプットしてそれ全部覚えてるかい。いやまあそれは全然覚えてないですよ。覚えてないし、うん、何かって言ったらさ、だけどストーリー概略概要は覚えてる。あ、それは覚えてますよ、うん、だからそれって何かって言ったら、はい、膨大な量のテキストから得た信頼表彰を次のレベルより抽象化した状態。そうですね。でもって記憶を保持してんのよ。なぜかっていうと記憶し続けるって結構メモリ食うんだよ。食いますね、うん、なので、まあ、もちろん幼児期なんていうのはインプットしたものを全部記憶しちゃうんでちょっとこれ逆に危険なんだけど、だけど普通大人の場合には小説読んだら全部覚えてるんじゃなくてストーリー、まあ、あの時こんなことあったっけ確かみたいな程度で覚えてて、それでそれをこうさらに抽象化するとまあ頑張ってる人ってヒーローって大体こういう感じだよね的な、はいはい、どん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 だから工事の抽象化された記憶になってってしまう。あ、でそれを一般化してみたいな。そうそうそう。でそれが記憶だよね。でそうすると細かいことなんか全然覚えてない。確かに、うん、ただこんな風なこと言ったよねみたいなのを覚えてる、はい、そうですね。そうだからそれは記憶を言ってるんじゃなくて
工事に抽象化された、うん、キャラクターが、まあ、いかにも発しそうな言葉を、はい、読んだんだけど覚えてないからそれっぽいことを自分で作って言ってるんだよ。そういうことじゃない？そうですね。でそれがだから人間あの思考の中で一般的に行われてる日常的に行われてることなのよ、はい、でそうするとインプットされたものをこうやって覚えてるんじゃなくてインプットされたものっていうのはどんどんその理解されて、はい、で信頼表彰化ができた上で、抽象的な概念に昇華していかなくちゃいけない。おその抽象化した概念を作り出すための、うん、その素材が、うん、まあ、そうそうそう、あるわけですよね。そうそうそう。で、そこに大事なもの、うん、大事じゃないものっていうふうに取捨選択していきながらそれを組み立てると、うん、そうそう、はい、でそれがそこにだから今必要なものっていうか今ちょこっと言ったけれども、はい、インプットしたものを消化させるためには必要なものってなんだっけ。消化させるのに必要なもの、うん、それはやっぱり信頼表彰じゃないですか、うん、そう、つまりその理解する力、そうですね、信頼表彰化の能力で、この能力が弱い状態の人たちが受験勉強するとどうなる、はい、受験勉強をすると教科書を それは一つ一つ覚えていかないと、うん、そうあのだからそういう人たちは、はい、暗記パンすげえなと思うんだよ。あだからあれですよね、信頼表彰化が上手な人っていうのは、うん、山下清ってことですよね。わかんないわすごすぎていやつまりすごい、だから今抽象化がこうずっとぐんと俺のその何理解の範疇を超えて行われて、さらにそれがこう具現化するにあたってまた全然俺の想像の範囲を超えたそのこういう名詞が出てきたもんだから、いや山下清は、うん、その場で、うん、あの切り絵を作らないんですよ、うん、必ずなんかお家帰ったりしてから自分の記憶をもとに作品を作り上げていくんですね、うん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 、一方普通の人、うん、信頼表彰化が苦手な人っていうのは、うん、ずっと見ながら一つ一つこう写生をしていかなきゃいけないっていう状態ですよね。そうそうそう、はいはい、っていうことを言いたかったんです。なるほど、僕はまあそういうことですいや、もう皆さんの理解が進んだらいいんですけどね、はい。それでさ、今回ちょっとまたパルキッズの頭の方からいくと、はい、インプット、そういったインプットっていうものが信頼表彰化するための素材だとした、はい、と捉えた時にだよ、はい、パルキッズっていうのがどう考えてるのかっていう、英語のパルキッズ、まあ、英語のパルキッズもしくは国語のパルキッズっていうのはどういうふうにその、はい、まあ、英語なり国語なりにおけるインプットを重視するっていうスタンス、はい、その根拠となっているものは何なのかと。根拠となっているものは、うん、でそうするとさ、その、まあ、うちはだから英語も国語もインプットっつってんじゃん、はい、でそうするとインプットっていうとさ、その、まあ、さっきから言ってるけども詰め込みだっていう記憶だっていう思い込んでる人たちがいて、はいはい、だもまあね、これも日本の今までの教育がそうで、しかも学校教育がそうなんだよね。そうです。でそれはそういうふうに思い込まされちゃうのはしょうがないんだけど、うん、はい、ちょっとここであの視点を変えてもらって、インプットっていうのは種まきだと、ほう、うん、いう視点で見てもらうと、はい、英語のインプットも国語のインプットもすっきりするのよ。おお、種まきですか。そうそう、だからパルキッズの場合にはさ、そのインプット、英語の音をインプットすることによって学校英語では達成できないことを達成してるじゃん、はい、だから学校英語の成果としてはやっぱし日本人の、まあ、高校まで行った人であればアメリカ人とかネイティブのイギリス人とかオーストラリア人ですら知らない英語の母語の英語の文法知ってるよね、はい、そうですね、うん、文法は強いですよ。そう、はい、で、ただ一言も喋れないっていうかなんだか全然聞き取れないみたいなそもそもなんかその文節化とかできないですか。そう、はい、なんだよね。で英語のインプットっていうのはその文法とかさ、文法を通して日本語に訳読したりとかっていうようなことじゃない全く別のアプローチで英語を育てようとしてて、はい、でこれはだからネイティブというか子どもたちが母語を身につけるやり方、うん、もしくは留学生たちが、留学先の言葉を自然と身につけるやり方っていうのをこの、まあ、実践しようぜっていうスタンスを取ってるわけよ、はい、でそのやり方っていうのは何かっていうと、まあ、とにかくインプットだよね。うん、たくさんの英語に触れる、ね、まあ、日本人の子供であれば大量の日本語に触れる、
ことによって日本語のその音素っていうものを理解して、そうですね、日本語にはこういう音があるんだねと、で母音は5つだねと、5つの範疇に分かれてるねっていうふうに、うん、まあ、理解するわけよ。で、10ヶ月から10ヶ月ぐらいまではほら母音の範疇化っていうのができてないから、うん、そうすると英語の音なんかに関してもその英語って大体11とか12とかに母音空間が、はい、範疇化されてるんだよ、はい、日本語より細かく分かれてるんだよね、うん、でまあ、それなんか前回とか前々回とかもやったけども、やりましたね、うん、でそれによってやっぱ意味が変わっちゃう、うんうん、まあ、だから範疇化っていうかそのカテゴリー近くっていうのがそういうことなんだよね、はい、そのカテゴリーが変わると意味が変わってしまうっていう、うん、で日本語の場合には5つであるっていうのは子どもたちは分かる、はい、10ヶ月ぐらいで、でそうすると、そこから先英語の音の学習っていうのを、まあ、関係ない音だっていうふうに見ちゃうんだよね。あ、うん、そうでしたね。そう、これなんだっけ、クールなんかが L と R ってやつだな、パトリシアクールかな、はい、でたださ、これっていうのは彼女の実験っていうのは継続的にインプットし続けたっていうんじゃなくて、ポツンととりあえず来て、まあ、その辺の子供協力してくれる赤ちゃん持ってる親連れてきて、やらせてみて、それで、また半年後にもう一回やらせるみたいな、うん、だからその継続的なインプットっていう条件はないんだよ。はい、うん、ない状態でその LR の知覚がどこまでできるかって言ったら、やっぱり10ヶ月から11ヶ月ぐらいの間に何かこの母語の範疇化っていうものができてきて、うん、まあ、日本人だったら日本人で、はい、それでそれ以外の、範疇化っていうのはしなくなると。経済性の論理的なことですよね。ちなみに一応ここで皆さんにお伝えしておくと、うん、先生がさっきからインプットインプットっておっしゃってるのは、うん、まあ、特に言語に関しては音のインプットってことですよね。そうそう、ですよね、うん、文字じゃないね。 なので、うん、おっしゃー今日から YouTube 見せまくったろみたいなことではないと。そうだね、それはちょっとね、効率が悪いんだよね、映像からのインプットっていうのはさ、うん、効果音ばっかしで、はい、うん、あと子供って動いてるものを見ちゃうんで、うん、そうすると集中して見てるから学習してんだと思うけども、あれただ単に動くものを見てるだけで、うん、なんだろう、人間よりもっと定時の、はい、動物のこの本能みたいなもので動くものを見てるっていうだけのことだと思っていただければ学習は一切進んでないかもしれないよっていうまあ音のインプットがあった上で、うん、それを範疇化して、うん、その工事の次元に抽象化すると。そうだね、あだったらあとか、いだったらいいとか、はい、みたいな時の助けにはなるかもしれないですけどね、うん、まあね、もその信頼表彰化の映像を入れることによってね、はい、ただあんまそんなのやるもんじゃない、それはインプットではないと、うん、だからなんか YouTube とかかけ流してますっていう人いるけども、うん、まあお好きにどうぞって感じ何にもならないよね何の役にもならない、うんうん、で英語はやっぱりだから同じ音を繰り返しかけ流さなくちゃいけなくて、それで子供が意識して聞いてるうちはダメなんだよね、やっぱしね、うんうん、そうですね、そう無意識で聞かなくちゃいけない。でそうするとさ、やれ子供は何、親が喋ってると口見てんじゃねえか、だから口見て、口の形見て発音覚えてんだろうとかって言うけど、はい、何おまぬけなことをおっしゃるのか口の形っていうけども、例えば、はい、あいうえおっていう時の口の形って何がどう違うの？あいうえお、うん、何がどう違うか、それはまずじゃあ書きくけことあいうえおは何が違う？一緒ですよ一緒です。いやそれは、うん、喉の奥の方は違いますよ。あとなんかショーンってのは違う、舌とかのやつも違いますけど、だから見えるのは両親音だけなのよ。両親、例えば P と T と K っていうこれ3つのね、まあ、ほとんどどの言語にもある C 音なんで、まあ、ハワイ語にはないけど、はい、これでパ、ダ、カって言った時に唯一分かるのはパだけなんだよ、両口が閉じてるから。あ、分かりますね。あとダとカは見てもよく分かんない。一緒ですね、口の形見ても。だから口の形はだからさっき言ったじゃん、動くものを見ちゃうんだよ。はい、うん、だから口見てんだよ目をこうやってぐる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 動かす母親だったら多分目見てるよな。覚えてる、まあ、それはそうですよそれはそうですよ。そうだから口の形で真似てるっていうのはどうかなと。ヒントがね少なすぎる。
うん、口の形から音を学ぶっていうのは、はい、うん、例えばなんだっけな、間が空く効果って知ってる？間が空く効果、わかんないです。間が空く効果っていうのがあって、はい、なんかね、がとば、はい、うん、だからばって言ってる音とにそれにがって言ってるその音声、はい、要するにばって言ってるが映像にがって言ってる音声を合成して流すのよ、はい、そうするとだに聞こえんのよ。へこれ間が空く効果、これ結構有名な実験なんで、はい、ググれば出てくるんでみんな見て、はい、いやそもそもだって先生ね、うん、これ昔パルキズ通信で先生もおっしゃってましたけど、うんうん、何でしたっけ、子供が聞こえる音を口の中で再現して真似るみたいな、うん、あーモーター理論ね、モーター理論から考えると、うんうん、別に口を見て真似してるわけではなくて、うん、音を再現しようと口の中でもご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 やるわけですよね。そうそうそう、うん、ってことを考えると別に口を見てやってるわけではないっていうのが分かりますよね、うん、そうだからそんなこと言ったらさ、目の見えない人は言語身につけられなくなっちゃうじゃん。いやそうなんですよ、うん、ちょっと極端な話になると。そうだから目からの情報っていうのは確かにヒントは含まれてるけれども、はい、音の情報っていうのは音の中に全て含まれてる、うん、と思った方がいいと思う、はい、視覚的情報っていうのはあくまでも補助的なもので、うん、でしかも すごいこの騙されるんで、はい、実は馬の口をしてガって言うとダに聞こえるっていう、あ怖いっす、ね、ただ単に騙されてるだけだよね、はい、うん、なので、視覚情報っていうのはそれほど頼りにならないよと、うん、じゃあその音のインプットをうちはそれを進めてるんだけども、そうによって何が獲得できるのかっつったら英語の、まあ、音声の範疇化ができると、はい、だから PTKTBDG とかあと F の音とか、まあ、子形音子音 TH の音とか有声音無声音ね、でとかあと母音、はい、母音空間っていうものがこの聞くことによってそのさっきあずきさんが言ったところのモーター理論、はい、でもって身についていくと、だから言葉黙ってても口が動いてるんだよ、口の中ね、はい、で真似しようとしてるんだよね、はい、でそれとあとはさらにそのプロソの音節構造、音節構造ですよね、うん、音節構造ってのはこれだとすごいやっぱ重要だよね。留学1年では音節構造まで理解できないんだよ。2年ぐらいの帰国子女だと、2年ぐらいアメリカにいる、2年以上アメリカにいる帰国子女だと音節構造がまあ自然と身についてる。うん、ただ説明させても全然彼女彼らはわからない。あ、うん、であとプロソディなんだっけ、ほら歌のやつでどっかでやったじゃん。強弱こうトローキーとアイアンビックの新橋のボンジョビさん、そうそう、ダン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 みたいなさ、はいはい、うん、で そういったさ、その言語の中で、単語に行く前の状態の最も基本的な音声とか音韻とかっていうところを、うん、インプットによって子どもたちは機能的に学習していくんで、これもう分かってんのよ、はい、でこんなのはだからそのなんだフレジェとかパムとかパムっていうかパトベスト読んでもらったら分かる、はい、書いてあってもんで、これは多分これに批判的な学者はいないと思う。でだからやっぱりそこに何が必要かって言ったら、やっぱインプットでそれをしていくしかないわけで、教えようがないわけだから、うん、で、そこでこの音の学習ができると音素が発見できるんで、はい、そうするとしかも音節構造が分かるんで、はい、英語っていうのはほらくっついちゃうじゃん、アイミノニーみたいなやつですよね。そう、子音で終わって母音で始まるとくっついちゃうんだけども、はい、それをバラバラに聞き取れることができるわけよ。うん、ってことは単語が発見できるんだよ。発見できますね、インプットによって、はい、単語の発見に至ると、はい、さらに繰り返し別のコンテクストで同じ語、はい、例えばオブとかイン、イットとかっていうその、まあ、機能語、まあ、オブとかさ前置詞とかっていうのは機能語だよね。あとは副詞とか名詞とかは意味語だけど内容なんだけども、はい、でそれも繰り返しこう聞いてるうちに、例えば run だったら run っていうのはこういうニュアンスだなっていうのが分かってくる。うん、でそれは何でできるのかって言ったら、インプットでしかできないんだよ。あ、うん、でそのようにして帰国子女たち留学生たちはその英語を身につけるわけだし、ネイティブのアメリカとか英語の子どもたち、イングリッシュネイティブの子どもたちもそうやって英語を身につけてると。うん、だそのやり方においてはインプットっていうのはとても重要なんだよ。でそのインプットするっていうのは、まあ音声のインプットからやるけれども、やります。まあそれで文節とかができるようになってきて、
例えばパルキッズ4年やってさらにジュニアとかに行くから今うちのチビが6歳でしょ、はい、で今パルキッズ終わってジュニアの2年目入ってるんだけども、はい、であの子がねもう聞き取れるし分かってるんだよ、うん、で読めるのもねかなり読んでる、まあ、うん、なんかこの間読んでましたね。そう、うん、でただねやっぱ L と R で R に寄ってっちゃうんだよ L の発音も。あ、うん、それだから R の特徴的だからですね。そうそう、 R の方が日本語のラ行よりもその遠いから、あ、うん、で遠い音っていうのは特徴的だから学習しやすい、はい、まあ、これはフレジェカが言ってるんだけども、うん、でもう案の定その通りの発達を示してるわけだよね、はいはい、うん、であと彼の場合に何かって言ったらだって本人がそろそろ英検受けなきゃって言ってるぐらいでも僕もそろそろ英検かなって言ってるから習っちゃうから、どういうことなんですかね。いやまあだからねそのすごく自発的ないい子だ自発的な本当に手がかかんないくてさ、まあ、ただ途中までは音で進むじゃないですか、うん、インプットって、そこから先になると、うん、やっぱりこのいわゆる読書みたいなことになってくるんですよ ね、 そうだね。だからあのやっぱこう音だけだとさ範疇化がこうくっきりできないんだよね。あの母音なんかにしてもなんか日本人もそうだけどほらこの前言ったけどもイの音がエに引っ張られちゃうみたいなこととかあったでしょ、はい、でそれもそうだしあとはその L と R の範疇化なんかができないわけだよ、はい、全部 R に寄ってっちゃうんだよ、うん、L の音ですら、はい、うん、だラ行っていう知覚をしちゃうから、はい、でそれが文字のインプットができてくると、うん、ああこの多分ね L の音はねウだと思ってるよね。五末の L の音はウだと思ってるうちの小さい人。へえ、うん、だから例えばあのボーって言った時にボーだと思ってる。ああ、うん、まあ確かにそれ文字見ないと分かんない部分であるかもしれないですね、うんうん、だからそうやって文字との関連がついていくと、まあスラッと読めるようになるだろうから、うん、でそこにおいてさ全然急ぐ必要ないわけで、はい、別に小学校のうちに12級取れりゃいいわけで、うん、まあ、あの船付けとしてもパルキッズの皆様にお勧めしてるより先に進もうとか全然思ってないんで。そうですね、何かって言ったらだって英語よりもやっぱ今うちは日本語を重視してるから。あ、すごいこれちょっとあの話それちゃうけども、はい、うちは絵本とにかくたくさんあるんだけど、うん、もうね本当に部屋が傾くくらい絵本が重いんだよ絵本って、ま、糸かがりの情勢本じゃん。あ、そうですね。俺糸かがりの本なんか出したことないよ、うん、そうですね。もう普通の単行本でしょ。そうです、ね、下手すれば文庫本だよね。そうですね、まあ、あ、そっか、これたった80単語。いや、そうですよ。30すり20万部だっけ。30すり20すり20万部だっけ。はい、はい、言ってたけども、だこれなんてほら糊だよ。糊ですね。糸じゃねえよ。いや、糊です。だけど普通の絵本ってさ、あの情勢本、糸かがりの情勢本なんだよ。へ、もう外側は何こうあの ラミネートしてあるようなこのあの光沢のあるさ、はい、やつで中に厚紙が入ってて重いのよ。あ、であのちょっと俺のとこに侵食してくんのよそう、俺がこうほらあのプリントアウトしたさ論文とか、はい、いろいろガチャガチャ一応俺なりにこう分けて置いてあるところに絵本が挟まってたりするんだよ、はい、うん、でそうするとちょっと申し訳ないけどこれやめてくんないって言ったら、よし分かった夏休みに捨てるつか、あの何めいっ子にあげるって言って、ほうほうほう、でそれでやったら200冊ぐらい、あ、うん、処分できるって言ってよっしゃーって言って結構200冊あるよ。そうですね、うん、で実際に150冊あげることにして、はい、50冊はちょっとまだキープするっていうことになったんだけどもそれあの条件つけたのよ、全部読んでからねって。はあはあ、一人で読めるっていうことにして卒業して、はい、お、じゃ夏休みほらいろいろ読書感想文とか学校から出る宿題もあって、はい、あのあと何絵日記とかあるんだけども、それもやりつつなんかね150冊読み上げてたよで、なんか測ったら1冊平均10分なんだよ、はい、10分で150冊だから1500本、うん、1500分ってことは25時間
ほう、6歳にしちゃ気合い入ってるんでしょ。すごいですね、うん、だからうちはそのぐらいやっぱ日本語に力入れてる。いやすごい、僕25時間あったらドラマを25話見ますもんね。よほど有効な時間の使い方ちょっとなんか、うんうん、なんか耳が痛いまあね、だから、そういう意味ではだから英語っていうのはさらっとやっといて、まあ、インプットだけしとけばいいよって、はい、で後で読めるようにすればスラッとできるようになっちゃうから、はい、でじゃあ国語はどうなんだって言ったら、とにかく国語も大量のインプットだよね。そうですね、うん、で絵本もほら分かち書きで書かれてて漢字にルビが振ってあったりとかするじゃんか、うん、はい、で、そのぐらいのレベルの本も読めるようになるけども、やっぱ分かち書きで書かれてあっても読みにくいんだよね、ひらがなばっかりだと。そうですね、そうだから、それをやっぱし一つの単語としてこのチャンクで読めるようになる、はい、っていうのは結構これトレーニングが必要で、うん、未だにだからうちもやっぱ突っかかるところあるよね。そのまあそりゃそうですよね、読みにくい語の並びとかあるんだよ、うん、和とかがこの歯になったりとか、はい、うん、でそうするとやっぱそれはたくさん読まないことにはどうにもなんないよね。うん、うん、じゃあさ、まあその英語の場合にはまあある程度この音が入ったら音でインプットした後に今度は読めるようにしてあげる。ここはまあインプットだけじゃないけどね。だけどジュニアパル最近、あ、パルキッズジュニア、はい、あれ結構なん売れてんだよな。ああだからやっぱり なんでそれはだから幼児にスタートできなかった方が小学生からスタートするっていう、うん、そうだよね、うん、あれが2年プログラムで一応12級っていうのを目指してってさ、やってて相当出てんのはやっぱりその読ませるっていう要素が入ってるからじゃない。そうですね、まあ、うん、やっぱりインプットっていうのが大事であるっていうことをひたすら言い続けてるじゃないですか、うんうんうん、でその小学生でもインプットできるんだよっていう教材ってないんですよ、うん、そうだよね、うん、だから、まあ、まあパルキッズジュニアに行っちゃうっていう感じなの、うん、だって読書しろみたいなことを言うじゃないですか、うんうん、でも読書できるようになる前にいろんなことできなきゃいけないわけで、うん、まあね、はい、そうだよね、そういう教材がないっていう。そうだよな、うん、だからやっぱ音のインプットと読書が同時にできちゃう教材ってないよね。ないですね、うん、なんかジュニアが、うん、あれジュニアだけちょっと安いんじゃなかったいやそんなことないですよ、そんなことない、そんなことないですよ先生先生、まあいずれにせよ、うん、その耳からのインプットもパルキッズジュニアでやってるようなこと、うんうん、もっと引いて言うと、うん、セブンデイイングリッシュとか、うん、ブックオブブックスでやってるようなことも、うん、結局インプットなわけじゃないですか。そうだね、で、うん、じゃあこのインプットっていうのは別に内容を覚えたりすることが大事ではない、うん、もちろん記憶じゃないですからね、うんうん、じゃなくって、うん、これ種まきであると、うん、種まきであると、うん、で結局は信頼表彰化っていういわゆる理解するっていう花を咲かせるための種であるという理解でいいですか、うん、 それでいいんじゃない、はい、で、まあ、英語はそれでいいし国語もね、はい、同じだよ、はい、で国語に関してはさもうちょっと我々はその一段深い考察をしていて、でそれが今回のタイトルにあるさ知ってるから始まる知の世界ってやつ、知ってるから始まる、うん、だから知らないことにはさ、はい、見えない、知らないものは存在しない。なんかすごい、うん、哲学的ですね。そう、知らないものはないないんだよ。サイパンにさ、はい、友達がいて、で、まあ、小学校からの同級生がサイパンにいてさ、それで行ったらその子がさ、はい、いや船津くんね、サイパンにはねないものはないからまた難しい、ないものはない、うん、ないものはないっていうのはだからないものっていうものがないと、つまり全てあるのかと思ったら、はい、何でもあるってことって言ったら、いや違うんだよ、ないものはもう絶対ないからだから例えば東京に住んでると、はい、ある電気屋に行ってなかったとするじゃん、はい、隣の電気屋に行ったらあったりするじゃん。 ありますね。だけどサイパンに行ったら電気屋が1軒しかないんで、そこになければない。あ、だから船津くん、ないものはないよって言われてあーそうか、いやだからそうだよね、知らないものはないだからさ
この知らないものは、はい、そもそもさ見えないし認知してないですもんね。そう、はい、だから例えばスーパー行くじゃん、はい、スーパー行って男子がね、はい、俺なんかがスーパー行ってこのアメリカの、まあ、日本のスーパーだったら、まあ、まだ分かるけど、はい、アメリカのスーパーに行ってさその家庭用のものとかあと女性用の生理用品のとことかこう迷い込んだりすると、はい、そこに何があるのか分かんないんだよ。ああまあジャンルで言えばこれだねみたいな、はい、でもそこの先の細かいものが分かんない。分かんない、ね、これさ何だっけ能登の時にもあったよね、はあまあ、ちょっと変な話だけど、はい、支援物資が届くじゃん、はい、その中でこの、まあ、生理用品があるんだよ。あ、はい、でそれをこのなんだ通路上にポンと置いといてさ、はい、みんなが通るとこ、はい、そうするとやっぱ女性取りにくいじゃん。いやそりゃそうですよっていうかだからその取りにくいじゃんっていう概念がないおじさんたちがそれを陳列してると。あでさらにすごいのが あれっていろんな種類があるらしいんだけど、はい、その来たもので一箱開けると、はい、でだから種類とか見ずに、これ全部同じダンベと。あで一箱開けて置いといて、はい、でそうすると、ある特殊な、時用のものが、はいはいはい、どんと山積みされててあれもうそんなじゃないんだけどっていう時のものがないとか。あだけどあの段ボールの中いっぱい入ってんだよ、はい、だからそれをちょっとずつ出すとかっていうのはないんで。なぜかって言ったら知らないから。そうですね、うん、だからもう存在しないと、まあ、とにかくそういうものがある出しとけ程度、うん、いやだから本当に、ね、気の毒だと思うわお互い。ですよね、うん、だから知らないっていうのは良くないよ、はい、うん、あで何っていうことが次回か。そうですね、ちょっとね僕もそろそろ先生、うん、そろそろですよっていうふうに声掛けしようと思ってたんですけれども、ごめん、はい、ここまで知らないとこまで今回やる予定だったんだよね。そうなんですよ、うん、なんですけどもちょっとそろそろお時間なんで知らない存在しない、うん、このあたりについては、うん、次回に持ち越しということで、はいはい、ありがとうございます。はい、よろしく。英語子育て大百科はポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、YouTube、ヒマラヤ、Amazon Music、Spotify、 自動英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。ぜひサブスク登録をして毎回お聞きいただけますと幸いです。またパルキッズ通信は自動英語研究所のウェブサイト parkids.co.jp からご覧いただけますのでぜひご一読ください。船津先生の著書子供の英語超効率勉強法換気出版から出版されております。こちらも英語子育ての参考になりますのでぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せください。ではまた次回ありがとうございました。